ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、最近和菓子にハマってるんだけど、魔理沙も一ついる？もらえるんならもらうが、そんな持ち歩くほどハマってるのか？ええ。もともと好きではあったんだけど、今私の中でブームが来てるのよ。ブームが来るのは別にいいが、あんまり食べすぎるんじゃないぞ。和菓子だって食べすぎれば依存症になってしまうことがあるんだからな。和菓子で依存症？ああいうのってアルコールとかタバコとかでなるんじゃないの？いや、確かにその二つは依存症になりやすいものとして有名だが、他のものでなることもあるぞ。とてもお菓子でそんなことになるなんて信じられないんだけど。それじゃあ今回は、ハマるとヤバい意外な依存症、について話していくとしようか。ちょっと不安になってきたしお願いね。まず最初に紹介するのは、砂糖依存症、だ。砂糖中毒、とも呼ばれることがある。砂糖が依存症の原因になるなんて想像できないわね。だって害のある食べ物じゃないし。それは甘すぎる考え方だぞ。ラットを用いた実験によって、砂糖にはドラッグとの共通点があるっていう結果が出てるんだ。共通点？薬物依存は基本的に3つの段階を経由すると言われてるんだ。薬物摂取の増大、摂取停止からの離脱症状、薬物への渇望と摂取回帰の3つだな。その3つが砂糖にも見られたってことなの？ああ。実験では餌を与えず22時間経過してから砂糖水を与えるという方法を取った。周期的な過剰摂取を行うことによって摂取量は増大して、倍化していったそうだ。どんどん摂取する量が増えていったってこと？そうだ。これによって餌などが与えられない状態になったラットは歯ぎしりなどをし始めたんだ。これは薬物中毒者の症状と同様のもので、しかも再発の兆候まで確認されてるんだ。砂糖がもらえないだけでそんな風になってしまうのね。その状態になったラットへの砂糖水投与をやめると、砂糖水の出るレバーを何度も押すようになったからな。でもどうしてそんな風になってしまうのかしら？砂糖や甘みは脳のベータエンドルフィン受容体の部位を活動させる刺激になるんだ。これはヘロインとモルヒネを摂取した時に起こる反応と同じものだと言われてるから、それが理由だな。どっちも聞いたことがある名前だけど、具体的にはどういう反応が起こるの？鎮痛作用をもたらしたり、多幸感を覚えたりといったものだ。もちろんモルヒネとかと比べれば効果の代償はあるが、いずれにしても同系統の反応が起こるのは事実だぜ。それって大丈夫なのかしら？砂糖ってお菓子以外にも使われることがあるけど。単純な話で取りすぎが良くないってだけだ。世界保健機関と国際連合食糧農業機関委員会の報告によると健康的な食事において 10% 未満が理想だ。数値で表されてもわかりにくいけど、量は食べすぎなければいいのよね？ああ。砂糖を摂取しすぎると高血圧や脂質異常症を発症する可能性があるからな。ひどくなると糖尿病、メタボリック症候群を発症して、さらには心臓発作のリスクまで上がるんだ。そう聞くと結構怖いわね。これは砂糖などに含まれる果糖が原因だと言われてる。果糖は体内に入ると肝臓が中性脂肪にして蓄積してしまうからな。それが続くと脂肪肝になって、さっき挙げた病気のリスクが高まることになる。ちょっと今後は和菓子を控えることにするわ。改めて思うと食べ過ぎてたかも。自分でそうやって気づいて改善しようとするのは偉いと思うぞ。砂糖に対する依存症の定義は合意が不足してて複雑で、本人に自覚症状がないことがあるからな。砂糖を取りすぎて体を壊したら好きなものも食べられなくなりそうだし、今後はたまにのご褒美にしておくわ。次に紹介するのは、借金依存症、だ。借金にも依存症があるの？ああ。これは、買い物依存症、や、ギャンブル依存症、と併発することが多い依存症なんだ。つまり、常に借金して自分の欲求を満たしてないと落ち着かない状態ってわけだ。でも借金って借りたら必ず返さないといけないし、それが増え続けるのは危険なんじゃないの？その通りだ。実際この依存症になった人は多重債務に陥ったり自己破産するケースが多い。最悪のケースだと借金を断れた不安によって自殺したり犯罪を犯してしまうこともあるんだ。周りの人にも危害が及びかねない依存症なのね。本人には自覚がないのかしら？この依存症の患者は、まだ返せる範囲。返そうと思えば返せる、と思ってることが多いんだ。だから自覚がないし、周りが指摘しても聞き入れないことがほとんどだぜ。心のどこかでまだ大丈夫って思ってしまってるのね。この症状が出てる人は、お金を借りられるということはまだ自分は信用されてる、という心理状態らしい。要は借金をするという行為と信用をイコールで結びつけてしまってる状態なんだ。どこかで不安やストレスを抱えてて、まだ人から信用されてるかどうかを確かめたいのね。
でも言い方は悪いけど、自己破産っていう最後の手段があるだけいいのかもしれないわね。そうは言うが、自己破産はデメリットの方が大きい。それに借金依存症になった人は極限まで追い詰められないと自己破産という判断をしないみたいなんだ。しかもひどい場合には虚言癖まで発症するから、周囲に嘘をついて実際の金額を隠す可能性もある。周りの人の意見も聞かなくなるみたいだし、治療するのも大変そうね。もし借金依存症になったらどういう治療を受けるの？自助グループや相互支援グループのミーティングに通うっていうのが一つの手だ。あとは精神科などでしっかりとカウンセリングを受けることも重要だぜ。とにかく自覚を持つのが大切なのね。それと一番大事なのは、周りの人がお金を貸さないこと、代わりにお金を返さないことだ。もし患者にお金を貸したりしたら、まだ信用がある、と思われるからな。周りの人たちからの助けも大事なのね。とにかく今の自分が異常な状態だって認識させる必要があるわけね。そうだ。それと借金依存症の患者は金銭感覚が麻痺してる人が多いんだ。電気をつけっぱなしにしてたり、高くても欲しいものをすぐ買ってしまうなどの行動が見られがちだ。私は買い物をするときに値段の比較をする方だけど、電気はつけっぱなしにしがちだわ。まあ借金をしてるわけじゃないから霊夢のそれは単に面倒くさがりなだけだと思うぞ。ただ、借金依存症の人はそういう行動をしがちだから知り合いや自分がそうだって人は気をつけた方がいい。お金関連は本当に生活に関わることだから、しっかりと注意しておきたいわね。次に紹介するのは、宗教依存症、だ。宗教にも依存症ってあるの？もちろんだ。すべての物事の判断を宗教に委ねて、自分自身では物事が解決できない状態のことだぜ。そんな考え方をする人っているのかしら？だって自分は自分でしょ？そういう考え方をする人にはわからないかもしれないが、こういう人もいるんだ。人との信頼関係を結べず、自信が持てず、否定されることを恐れてる人が宗教依存症には多いんだよ。何か一つの大きな組織の下で共通した観念を持つことで安心感が得られるのかしら？いい着眼点だ。そういう共通意識を持たせるのが宗教の手法だからな。ただ、それ自体が悪いというわけではない。問題なのは信仰深さと依存状態を履き違えてしまってる状況なんだ。履き違えてるっていうのはどういう意味？例えば一部の宗教には儀式とか決まり事があるわけだが、それはわかるか？ええ、毎日決まった時間にお祈りをしたりとかよね。そういった行為に熱中するあまり、生活に支障をきたす人も中にはいるんだ。それなのにその人のことを、信心深い、として表彰してしまう組織もあるんだよ。確かにそれは良くないわね。生活に問題が出ない範囲でやらないと意味がないわ。ああ、だがそうやって表彰されれば依存してる人には嬉しいことだから、ますます依存してしまうんだ。そういうのってちゃんと宗教の運営側が注意しないといけないんじゃないの？もちろんそうだ。ただ、中には信者と教依存の関係になってしまう宗教もあるんだよ。信者は熱心に布教や儀式を行い、組織の方は信者に寄付を要求する。こうなったら最悪だ。組織の運営にはお金がかかるのは事実だけど、宗教はあくまで心の拠り所の一つであるべきだと私は思うわ。拠り所のせいで生活が苦しくなったりしたら、それこそ本末転倒だもの。その通りだ。誰しも強く生きられるわけじゃないし、宗教だって必要だとは思う。だが、思考を放棄して何もかも他者に委ねてしまうのは、果たして本当に生きてるって言えるんだろうか。そう考えるとこの依存症の治療は大変そうね。本人の自尊心も含めた心の問題だからな。だから治療法としては本気で意見を言える信頼できる相手を見つけるというのがあるぜ。それと物事の因果関係をしっかり認識して、自分の責任や人間関係をしっかり見つめるのも大切だ。すぐにはうまくいかないでしょうけど、でも信頼できる相手って必ず一人は地球上にいるものよね。私はネット上からの信頼関係でもいいと思ってる。まずは正しく人と触れ合うのが何よりだからな。そして最も大切なのは、一歩下がって客観的な視点で自分の入ってる宗教を見つめ直すことだ。よりどころにしてた宗教に食い物にされてないかどうか、ちゃんと改めて考える必要があるのね。最初は居場所を失うんじゃないかって思うかもしれないが、次に進むための断捨離だと思うといいかもな。宗教は人の規範として正しくあるべきだし、それを信じる人もそうあるべきよね。最後に紹介するのは、強迫的ホーディング、だ。聞いたことがない名前だけど、どんな依存症なの？まあこれはちょっとわかりにくい呼び方ではあるな。わかりやすく言うと、溜め込み症、だ。居住空間に大量の物品を同庫して収集することを止められず、著しい機能不全や苦痛を引き起こすことだぜ。
そういう風に言われると理解できるわ。ゴミ屋敷になってしまう人ってこの依存症なんじゃないの？その通りだ。明らかに捨てた方がいいものまで収集したままにしてしまう人はゴミ屋敷になりやすい。本人の健康被害もそうだが、周辺への被害も出てしまう危険性もある依存症だな。どうしてこういう依存症になってしまうのかしら？どういう場合にこうなるの？児童、青年の発達期に他人を世話して、散らかり具合をコントロールしてくれる家族がいない場合だ。特にその家族が失踪したら死去してる場合はより悪化すると言われてる。そっか。片付けるっていう思考にたどり着けなかったり、その手段を知らないとなりやすいのね。それと収集物に対してこだわりが異常に強かったり、物品に対して感情移入してしまう人もなりやすいぜ。感情移入は私もしやすい方だけど、それがさらに強い人だとゴミ屋敷になってしまうのね。うつ病や不安障害とも併発して発症することがあるから、精神面に大きく左右される依存症でもあるな。こういうのってどんなものを集めたりするの？人によって様々で、ビブリオマニアやデジタル、ホーディングっていう特殊な例もある。初めて聞く言葉ばかりね。ビブリオマニアっていうのは、愛書狂、とも呼ばれる人のことだ。収集的価値や本質的価値のない本を収集する特徴があるぜ。でも物の価値は人それぞれじゃない？それはそうだが、ひどい症状だと同じ本を半数ごとに複数収集したり、利用や娯楽の範囲を超えて収集するんだ。確かにそこまで行くと異常ね。もう一つのデジタル、ホーディングは別名、e ホーディング、とも言うんだ。これはその個人にとって価値がないにもかかわらず、電子データを過度に取得して削除を拒むことだ。でも電子データだと物理的な場所は取らないし、そこまで問題はないんじゃないの？場所は取らないが電子機器にも容量の限界はあるからな。デジタルストレージ機器の大量保有や無用な電子データの所有をするから、その分お金もかかるだろ？確かにデータが多すぎると動作が重くなったりするし、お金もかかることがあるわね。これは治療法はないの？もちろんある。薬物療法もあるんだが、重要なのは認知行動療法と言えるな。物を捨てても何も問題がない、ということをしっかりと認知させることが必要なんだ。こだわりとか感情移入が強すぎて捨てると何かあるんじゃないかって不安になったりしてるのね。だから、大丈夫だよ、って理解してもらうわけね。そうだ。その人が何を不安に思ってるのかを理解して、それに寄り添って認識を変えていくんだ。当然認識に関することだから時間はかかるが、それでも地道にやればちゃんと治せる依存症だ。ちゃんとどうしてそう考えてるのか聞いてあげるのが第一歩なのね。以上が、ハマるとヤバい意外な依存症、だ。今までゴミ屋敷の人の気持ちがわからなかったけど、ちゃんと理屈があって捨てられないんだって思ったわ。依存症になるのにはそれ相応の理由があるのね。ああ、体内に取り込んだ栄養による脳への影響、精神的な脳の変質など理由は様々だ。だが依存症になってる以上、本人にとっても苦しいことなんだ。そうね。考えをちゃんと聞いて苦しくならないように地道に付き合っていくのが大切ね。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。